おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？私が時々見ている YouTube チャンネルのイギリスの写真家の映像の中で、結構シビアなことを彼が語ってるんですけれども、非常に面白いと思いました。マーティン・カステインという人なんですけど、これ字幕がないので英語のままなんですけれども、タイトルがね、写真家よ、無駄な金の使い方をやめろっていうそういうタイトルで、この人はカメラマンなんですね。このポートレートを撮ったり結婚式の写真を撮ったりしている人なんですけども、比較的古いカメラを使っていて、私とってもこの人のサイト好きなんですが、その中で彼がいくつかのエピソードを語っていて、ある結婚式の写真家志望の人が式での撮影を頼まれたんですけれども、どうも自分の気に入ったレンズの持ち合わせがなく、ちょうど宣伝していたかなりグレードの高いカメラをこの際思い切って買ってしまったと。で、打ち合わせをしながらそのカップルに、このカメラを買ったんですよ、新しいんですよ、すごいカメラなんですよとしきりに宣伝をしたと。結果としてこの人撮影を断られてしまったという話があるんですよね。これ笑い事じゃないと思いますけどね、実際には。で、彼が言うには、もし野生動物の写真を撮りたいけど望遠レンズが買えないという場合、今持っているレンズでとにかく撮ってみて、どんどん撮ることで腕を上げていくことが大事ではないかというふうな話とか、より良い機材ばっかり先走って買ってもそれで写真がうまくなるわけではないし、カメラをたくさん買って陳列ケースに並べるだけで OK というならそれでも良いかもしれないけれども、一体そのカメラで一体何をしようと思っているのかというようなね、いかにもイギリスの人らしいリズメのと言いますかね、そんな感じでこう語りかけてくるんですけどね、非常に具体的な話がありました。で、 YouTube チャンネルを見ると随分たくさんのカメラを取り扱ったチャンネルがあるんですけれども、その多くのチャンネルがですね、新しいカメラの素晴らしいところをたくさん語っていて、ほぼこうカメラの宣伝番組のような、そういう YouTube チャンネルがものすごく多いんですよね。で、もちろん新しいカメラは必要で、それを買う必要があるという人はもちろん買っていいわけですし、興味を持っている人がね、それをこう、その情報を見て、おお、これ買おうって、それ全然悪いことじゃないんですけども、このマーティンという人に言わせると、それでどうすんのっていう、それ買って何に使うのっていう、その部分について、彼は結構シビアなことを言ってるんですね。これはおそらく写真家仲間に対して言ってることなんだと思いますけどね。カメラで一体何をしたいのか、新しいカメラが必要なのか、その写真をどうするつもりなのか、もう自分のやりたいことができているのか、それともできていないのか、新しい道具にばかり目が行ってしまって、なすべきことをしていないとか、他のことに取っておくべきお金を機材に全部投入してしまって、それがなくても本来、その機材がなくても本来できることがいっぱいあるのに、それすらしていないとか、そういうね、トピックで結構ね、語ってるんですよね。面白いなと思いました。で、これはそのまま牧師としての、あるいはカウンセラーとしての私にも当てはまるんですよね。どんな本が必要か、どんな仲介書が必要か、どんな聖書が必要か、どんなコンピューターが必要か、どんな街道が必要か、どんなマイクが必要か、もうとにかく、道具集めに終始して何もしないということがないように生きたいものだなと私は心から思いました。私に突きつけられた一つの大きなテーマかもしれないなとさえ思いました。自分にとって必要なものは何なのか、自分は一体何をしようとしているのか、一体自分は何をしているのか、そういう意味で日々の生活の中でこういうトーク番組を、なんというか、大したものではないですけれども、継続的に語り続けることが許されているというのは、大変ありがたいことだなと思っているんですよね。道具ってやっぱ興味ありますよね。道具集めっていうのはね、興味がありますよね。ただ、そっちばっかり目がいってしまって、実際にそれがなくてもできること、
それがなくても力を入れるべきものっていうのが、意外と見過ごされてることが多いかなって自分の中でも思うんですね。まあそんなわけでちょっと何をしたいのか、自分は何をしているのか、自分に必要なものは何なのか、非常に大事なテーマだなと思いました。まあ、カメラのことに関しては結構、あれこれあれこれ考えながら、じゃあこの写真をこういうことで使おうかなとか、今度こういうことやってみようかなとか、いろいろ考えたりはしているんですけれども、まあそれはそれとして、私の生き方の中で本当に何をこうしようとしているのか、そういうことについて考えるための、とても大きなチャレンジになった番組の一つでした。まあ無駄遣いばっかりしてるような気もしますけれど、気をつけなきゃなというふうに思いました。どうぞ元気でいてください。それではまた。